はい、というわけで皆さんどうもご無沙汰しております。30ございますけれども、ここは JR 西日本最大の駅、大阪駅です。さあ、これからなんですけれども、ここ大阪からですね、ちょっと明日の朝一で東京でどうしても外せない用事っていうのがあるんですね。だからこれから東京まで移動していきたいと思います。ただ今の時刻なんですが、こちら22時48分、もう23時前ということで、これから東京まで行く最終の新幹線っていうのはもう行ってしまっております。新幹線で東京まで行くということはできません。じゃあどうやって移動していくんだっていう話なんですけど、一応いくつか選択肢っていうのはありまして、一般的なのはまあもう諦めてね、ここでホテル泊まって明日の始発の新幹線とか飛行機で東京まで行くという方法、あとはまあこのチャンネルでもよく取り上げているんですが、寝台特急のサンライズ出雲瀬戸号、夜行列車に乗って東京まで行くという方法、あとはまあ歩くとか、そういうことあると思うんですけれども、そういう非現実的な方法っていうのは一旦置いといてですね、これらの手段っていうのはちょっとやっぱりお金がかかってしまうわけですね。ここで泊まるんだったらホテル代がかかったりだとか、あとは寝台特急っていうのは、指定席だけで乗れる安い席っていうのもあるんですけど、ただこれは個室ではなくて、開放的な部屋になってしまいます。だから個室で移動していくとなると、それなりにお値段が張ってしまいまして、僕はね、明日の朝一までに安く、そして個室で快適に東京まで移動していきたいんですね。だいぶちょっとわがままなんですけど、そんな手段あるのかということなんですが、これありましてですね、なんと新幹線自由席よりも安く個室で快適に東京まで移動できる手段っていうのが存在しています。これがね、なんと個室の夜行バスになっています。なかなかバスで個室でね、移動するっていうのは一般的じゃないんで、僕も最初見た時びっくりしたんですが、大阪東京間を夜行の個室バスで結んでいるドリームスリーパーというのが運行されています。でこれが大阪発東京行きの便に関しては、早割というね、数日前までに取るという買い方をしますと、これなんと13,500円、新幹線の自由席で大阪から東京まで行った場合っていうのは13,800円しますんで、自由席より安いのに個室で移動できてしまうというね、こういう現象が起こってしまうわけです。こんな感じ、13,500円、これで新宿池袋までですね、明日個室の中にいながら移動できるということになっています。まず個室のバスっていうのは僕使うの初めてなんでね、どんな感じなのかっていうのがすごい楽しみなんですけど、大阪の桜橋口をあと6分で出発します。23時5分発で、明日の朝6時55分に池袋に到着する。僕のわがままに応えてくれながら、明日朝一の用事にも間に合うというね、これ以上ない解決策でして、じゃあ早速乗っていきたいと思います。さあ、ということで桜橋口に来ましたね。ここら辺から多分出発すると思うんですけど、やばい、あと4分なんですよね。おお、これか、これですね、止まってるわ。23時5分発の個室バスドリームスリーパー、ちょっとお尻の方を映しちゃいますけど、すげえ、初めて見たよ、エクスプレス関東ドリームスリーパーというふうに書いてあります。これだ、大阪池袋新宿行きということで、なんか外から見たらね、普通のバスにしか見えないんですけど、中個室になってるんかこれ。なんかその半個室みたいな、カーテンで仕切りとかじゃなくて、がっつり扉がついてるみたいなんですよね。これは楽しみです。だから早速もうチケットは取ってあるんで乗っていきます。バスの前面部分はこんな感じ、ヘッドライトが青い光なんですよね。なかなか特徴的です。ここで名前を言いまして中に乗り込んでいきます。中に入るとまず驚くのは、靴を脱いでくださいと、そういうふうに言われまして、バスで靴を脱げって言われたのは初めてなんですけど、脱いだらばこの下の方はカーペット引き、そしてこんな感じで、もうバスの中とは思えない完全個室の空間が広がっています。すごい。そしてこれが僕の座席というか個室ですね。なんとこのドリームスリーパーなんですけど、定員が11名ということになっています。かろうじてサッカーがね、1チームできると。この大きさにしてはだいぶ少ないわけですが、それだけ1人当たりの占有面積が広いということです。乗車するとすぐに帝国通り、この大阪駅を出発。本日は関東バスをご利用いただきましてありがとうございます。このバスは新宿駅西口経由、池袋駅西口行き夜行高速乗り合いバスドリームスリーパー東京大阪号です。新宿駅西口には明朝6時25分、6時25分、
さあそれでは早速中がどうなっているのかっていうのをね物色していきたいと思うんですが、まずこの広々とした空間ですね。ライトが 2,3 個分ありますから、もうこれは異常な広さです。何より夜行バスは消灯時間になるとねもう電気消えますから、この時間でもこうこうと明かりをつけることができるっていうのは個室バスの特権。下の方にも絨毯マットが敷いてありましてモコモコです。それから右側には手を伸ばして届く範囲にもうたくさんの機能が詰まっております。まずはこれ専用のミネラルウォータードリームスリーパーとその文字が刻まれております。ありがたいことにお水がついてきまして、それからこちら奥側にあったのがおしぼりですね。おしぼりのサービスって新幹線のグリーン車ぐらいでしか聞きませんけど、これがバスの中で顔を拭いたのは初めてです。それからなんとお手紙メッセージカードっていうのもありまして、だからサービス料取られるんじゃないかレベルのおもてなし具合。ここには機能的なアメニティっていうのも揃っています。歯ブラシとか耳栓、それからここにはありませんが部屋着とかもね借りることができるみたいです。そしてこれ蒸気でホットアイマスク、中国人観光客に爆買いされることでおなじみの商品。ドリームスリーパーと本当に言うだけあってですね、この座席っていうのもそうなんですが、アメニティからもねもう頼むからいい眠りをしてくれと、そういうね強い思いが伝わってくるものです。ここにはコンセントもあって充電することも可能。それからこの右側に見えているボタン類ですね、これがコックピット、このつまみを回すことで照明、このまた照明っていうのもすごくて、オンオフとかそういう概念ではないんですね。まさかの間接照明、ラグジュアリー感がすごい。それからここにあるボタンを押せば電動で座席が倒れます。電動のリクライニングになっています。かなり深くまで倒れるんですが、残念ながらフルフラットになるということはありません。これは道路交通法で座席以外のところに人を乗せてはいけないという決まりがあるんですね。でこの場合フルフラットになると座席ではなくなってしまうので、完全に倒してベッド状態にするということができません。でそれからこちら、これねちょっと最初見た時5度見ぐらいしたんですけど、こちらプラズマクラスターです。各席に備わっている空気清浄機、僕の家にもないのにねバスの部屋にプラズマクラスターがあるんですよ。ちょっと信じられない。このように一つ一つがねバスの中とは思えない豪華な仕様でこの個室が構成されています。もうせっかくなんでウェルカムドリンク、このミネラルウォーターで乾杯。こういうのもねお隣にお客さんがいらっしゃったらちょっと気を使いますからね、仕切られているのでもう全くお構いなしです。ここから新宿駅までの経路は阪神高速、名神、新名神、東名阪、伊勢湾岸自動車道、東名高速、新東名高速、東名高速、そして首都高速道路を通って終点に至ると7種類もの高速道路を乗り継いでいきます。ここでスマートフォンを確認してみると、なんとこれ無料の Wi-Fi っていうのも飛んでおりまして、ドリームスリーパー Wi-Fi、 電波容量を気にすることなく面白い YouTuber の動画っていうのを、ね、楽しむこともできます。さっきも言ったんですが、普通の夜行バスだともうこれ消灯してますから、絶対このスマートフォンで動画を見るっていうのはできないわけですね。もう何をしても特別感を感じざるを得ません。でここでちょっとトイレに行きたくなったので、せっかくなんでこのドリームスリーパーのお手洗いはどうなっているのか外に出てみると、この外の部分通路は消灯されています。ただ押し切ることで光は漏れませんので安心。お手洗いは車両の真ん中の方にありまして、この1階部分って言えばいいかな、下の方に階段で下がっていきます。まあ、11名しか乗っておられないので取り合いになるということもねまずないと思います。さあ扉を開けてみると、まあこの中っていうのも本当に綺麗で、この便座の温かいトイレとそれからウォシュレットもついていますよ。僕割とウォシュレットを使う派なのでこれはありがたいですね。お部屋に帰ってくると実家のような安心感。こう見てみるとすごいゴージャスなネットカフェの個室みたいな、ね、そういう感じかもしれません。ここでバスは途中唯一の休憩、滋賀県草津パーキングエリアに到着です。普通ならここで足でも伸ばすかという感じなんですが、僕もずっと足伸ばしてるんでね、そもそも乗車中が快適すぎてこの休憩の必要性というのがあまりありません。いやーすごい。ということで時刻はちょうど0時です。ここは滋賀県草津インターチェンジ、インターチェンジちゃうわ、草津パーキングエリアですね。
ここで唯一の途中休憩を行います。いやもうやばかったですね、中個室になってて、なんかアメニティがついてるところからなんかプラズマクラスターまでありましたよ。僕の家でもないのにねバスの個室の中にプラズマクラスターなんて初めて聞きましたけど、あれ一席一席あるってことですよね。もはや一空間になるわけですが、またこれね出る時もすごい丁寧で、バスの中入る時靴をね脱いで入ったじゃないですか。降りる時どうしたかというと、またこんな感じで靴を脱ぐんですね。でその際に個室名教えてくださいというふうに言われて、この番号札を渡されます。おそらくこれでちゃんとバスの中に帰ってきてるかどうかの確認をしてると思うんですけど、快適なスリッパからまた靴に履き替えまして、ミスターなちょっと僕パジャマ大きい半ズボンに着替えてるんですけど、タイミングが悪かったですね。バスの中にウォシュレット付きのトイレがあるんで、正直パーキングにも泊まる必要っていうのは僕たちはないんですけど、多分、運転手さんとかの、ね、兼ね合いもあると思いますし、休憩っていうのがおそらくどっかで取らないといけないということになっているはずです。向こうに行くとなんか軽食とかそれから飲み物とかそういったものをねここで調達することができます。すごいこの時間でもやってるのかな、かなり明るくライトがついています。せっかくだったらなんか買うか。いやーということで買いました。なんか棒わらび餅みたいな、わらび串かなんかそんなんがあったんですよ。1本270円ということで、まあ、ちょっと高かったんですけどね。ただこれは新幹線自由席との差額、そう考えるとねこれちょっと得した気分になりますよね。新幹線で行くのとほぼ同じ値段で、まあ、これが手に入ったわけですから。でこれ面白いのはここ見てみるとねシャワーあるんですよ寝台特急にはシャワーあって、バスはさすがになかったんでね、ここはまあちょっと寝台特急の価値かなと思ったんですけど待ち時間10分の間にねシャワータイムアタックさえできればいいんですけどね、まあちょっと迷惑になっちゃうんでこれはできませんわ。乗車すると音もなくこの草津パーキングエリアを出発です。僕も人生初ですけど夜行バスの中で禁断のこう夜食タイム、正直ね何でもかんでもバクバク食っていいかって言われたらちょっと違うと思うんですけど、まあ、ただ食事を控えてくださいみたいな案内書きっていうのはなかったので、机もありますしね、ここは常識の範囲内で軽食等を食べることは全然可能だと思います。こんな優雅に過ごしている間にも景色は流れております。東京までしっかりと近づいていっておりまして、たまに窓の外を見てね、ああそういえばバスの中だったと我に返るわけです。スピードとしてはサンライズ出雲瀬戸号より少し遅いぐらい、ただ到着時刻としてはこれサンライズ号よりも早く東京近辺に到着することができます。それからこれ今気づいたんですが、上の方を見上げると緊急 SOS ボタンっていうのがあります。これも他の夜行バスでは見ることはありません。ドリームスリーパーのプライバシー性が高すぎるがあまりに各部屋にこのようなものを置かないと意思疎通が円滑にできないのだと思われます。ここで少し眠くなってきましたんで、そろそろ寝る支度。このドリームスリーパーにはトイレ以外にも共用スペースとして洗面台が設けられています。一番後ろのところですね。こんな感じで非常に立派な設備、ここで顔を洗ったり歯磨きをするということができるようになっていて、すごいこのスペースにまた機能がすごい詰め込まれていて、このいい匂いがするね、名前わかりませんけどこの棒のやつとか、それからアルコール除菌、石鹸、ゴミ箱、紙コップ等があります。やっぱりこうやってトイレとか洗面所とかね、普通このバスの中でもそもそも移動するなんてことはまあありえないじゃないですか。個室だからこそこうやって平然とね移動してこのような便利なスペースっていうのを使うことができるということで、個室の中にいるときはもちろんなんですが、それ以外っていうのも含めてトータルの乗車体験としてこれは何段階も上のレベルのものになっているなという印象です。耳栓なんかつけなくても何も聞こえないぐらい静かではあるんですが、とりあえずありったけいただいたアメニティっていうのを全部使っていきます。耳栓もつけて、そしてこのアイマスクもつけまして、もう眠る準備は完了と思ったら、これ あまりにもつけ慣れてなさすぎてですね電気を消す前につけてしまうという IQ3 みたいになっちゃったんですが、ここでお休み。午前1時です。ドリームスリーパーはもう少しで愛知県名古屋に差し掛かろうかというところ。いやもう爆睡しておりまして、気がついたら新宿駅到着のアナウンス。このバスは新宿を通って終点の池袋まで向かいます。
時刻は6時ということで、確かにこう東京都内に入ってるんですね。いやー、これはちょっと夜行バス結構乗ってきましたが、歴代最高の眠りでした。フルフラットではなかったんですが、ゼログラビティ理論が用いられてるみたいで、負荷のないそういう体勢で寝ることができましたね。新宿駅のディスプレイにはプラス2でアディショナルタイムみたいに書いてありますが、これは気温です。この季節ということでやはり寒いですが、バスの中は暖かくて快適。ご乗車いただきました新宿駅に過ぎて到着します。新宿駅を出発するともう約20分で終点の池袋に到着です。いい目覚めをすることができまして、ラストスパート、東京のドライブを楽しんでいきます。やっぱり快適であればあるほど、この移動っていうのはあっという間に感じるものです。6時40分ぐらい、少し定刻よりは早かったですが、アナウンスが流れまして池袋駅に到着。もう7時間半お世話になった個室とお別れ。いやー、あっという間だった。本当にドリームスリーパーですよ、これは。その名にふさわしい眠りにつくことができました。いや、高速バス史上僕は一番寝れたな、これは確かに。回送に表示を切り替えまして、定刻より少し早く着きましたね。時刻は6時40分。昨日大阪駅桜橋口のね、高架下を出発してから約7時間40分でここ東京池袋に到着することができまして、お客さんを降ろすとすぐに引き上げていきます。お客さんの人数も少ないので乗り降りっていうのも本当にスムーズ。最後もね、スリッパを回収してくださいまして、まあなかなか靴を履き替えて乗るバスっていうのはないですよ。いや、今回このドリームスリーパーに乗った感想なんですけれども、まあ、眠りの面ではね、もうね、素晴らしかったですね。ただまあ寝台特急とかホテルでの眠りと比べるとやはり質は落ちてしまうのかなというふうに思いました。でこれはね、まあ、リクライニングの角度的には仕方ないところなのかなと思ったりもします。というのはもうこれね、ドリームスリーパーバスの域を超えてしまってるんですよね。だから正直言って夜行バスとはもう明らかに違う、何か別の乗り物に乗ったという感覚になるので、比較対象がねバスじゃなくてね、もうホテルとか寝台特急と比べてしまうわけですよ。まあ、イメージもプロ野球選手になったんでね、草野球選手と比べても仕方ないわけじゃないですか。爆睡することがね、僕は十分できたんですけど、まあ、揺れがないと言ったら嘘になりますからね。そういうところでどうしてももう揺れが無理という方にはもしかしたらお勧めできないのかもしれないんですけど、ただ、まあ、1回でもね、こうぎゅうぎゅう詰めの夜行バスとか乗ったことがある方にはちょっと世界が変わるんじゃないかなと思いましたね。まあ、何よりこれ価格も安く、コスパがよくね、移動することができておりますんで、13,500円、東京から大阪まで新幹線の自由席よりも安くこのグレードで移動することができるっていうのは、一つこれ僕もね、覚えておきたいなというふうに思います。今回は夜行バス、完全個室の高級バスになっておりますドリームスリーパーのご紹介でした。この動画はここまで、ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。